榎本かな子のボケ診断ゲーム。子役時代から大人気で、当時は19歳というアイドルとして、非常に油の乗った時期だった。榎本かな子とタイアップしたゲームです。その名の通り、ボケ診断をするという内容なのですが、榎本かな子本人が榎本的に、プレイヤーのボケが、天然ボケなのか、認知症なのかを、判断してくれます。ゲーム内のアナウンスやゲームの指示は、すべて榎本かな子ご本人がフルボイスで、やってくれるのは豪華なのですが、テロップなどは出ません。様々なミニゲームを行い、榎本かな子が合格、不合格を、判定してくれるという仕組みです。